どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、転生したらスライムだった件の2期の15話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、えー、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは1つ目ですね、筋書きはというところで、まあ、リムルがですね、魔王になったっていうこととか、 ベルドラが復活したっていうことですね。なかなか重大なことが多かったわけなんですが、まあ、それに関しての筋書きをね、リムルが話していたわけなんですが、まあね、これを思いついたガゼル王はですね、なかなかすごいなっていうことを思わされました。まあね、こう、まあ、そういうところマジですごいなって思ったのと、まあ、魔王になったリムルのことをね、聞いた人たちが、まあ、こう、リムルのことをですね、 必要以上に恐れなくて済むように、こう、まあ話が作られていてですね、なかなかうまいことを考えたなっていうことは思ったりしました。そう、なかなか、うん、すごいクオリティ、まあクオリティっていうかね、なかなか、うん、まあうまいことを作り込まれてるなっていう感じはしましたね。そう。またね、そのことで、こう、リムルの罪をですね、まあ結果的にはベルドラがね、被ってもらうっていう話になっていたわけなんですが、 まあ、ベルドラーがですね、まあ、そのことに関して、あっさり OK するっていうところもですね、個人的に好きなところだったりするという話ですね。うん。まあ、とはね、うん、ベルドラーが、その、天才ですね。まあ、天の災害って書いて天才ですけど、まあ、こう、天才をですね、あの、天の才能ですね。そっちの天才と、まあ、意味を取り違えてしまっているっていうところにね、 きちんとこうリムルが突っ込みを入れたりするっていうところもですね、見ていて面白かったなというところで、結構笑ったなという話ですね。そう。まあとはいえですね、魔王になったリムルの覚醒だけはですね、隠すということにしていたんですが、まあ何かしらの時にバレたりしそうだなっていうことをね、感じたりしました。そういうところで、えー、まず一つ目の感想である、筋書きは、 とというところ、終わっておきます。で、次、二つ目ですね。王としての覚悟というところで、ヨウムがですね、ファルムス王国の、まあ、国王になるっていうことに対して、ガゼル王がですね、まあ、その覚悟があるのかっていうことをね、まあ、こう聞いていたわけなんですが、まあね、その時の圧に負けずにですね、きちんと言い返したっていうところですね。 そう、ちゃんと自分のこう言いたいことというかね、意見をちゃんとこう言葉にして、まあ言ったヨウムはね、すごいなーっていうことをね、見ていて感じたりしました。うん。ちゃんと言いたいこと言ってるからね、そう、マジで、それはすごいなーって思ったのと、またね、国王になるっていうのもですね、まあ断ったら男が去るっていうことをね、言ってるのも、なかなか男前な回答だなーっていう風にもね、思ったりしました。 まあでもね、それ以上にこう、ミューランの前ではですね、かっこつけたかったからっていう理由ですね。まあそれが一番大きな理由っていうのもね、なかなか、まあ面白い返事ですよね。国王になるかどうかの覚悟を聞かれてね、まあ、惚れた女の前でかっこつけたいっていうのが一番要素として大きいっていうのがですね、なかなか面白いなーっていうことを感じましたね。うん、まあ、その時にですね、ミューランがこう、顔をね、赤くしているのを見て、 まあ、隠してるっていうのもね、まあ見ていて微笑ましかったんですが、まあね、その後ろでスピアがですね、こうニヤニヤしてるっていうのもね、まあ、なんとなくね、この、まあ、ミューランとヨームのね、まあ、やりとりを見ていて、まあ、ニヤニヤしてしまうのもね、わかるなっていう気がしました。うん、まあ、わかるなっていう気がしたのと、あとはね、こう、グルーシスがですね、まあ、ヨームのことをね、まあ、散々バカだ、まあね、バカだっていうことを連呼していたわけなんですけど、 まあ、それでもね、味方になってくれているっていうところがね、感じられたのはですね、すごくいいなっていうふうに感じたところでした。まあね、そういうところで、二つ目の感想である、王としての覚悟というところ、終わっておきます。で、次、三つ目ですね。三つ目の同盟国というところで、テンペストと魔道王朝サリオンとの間でですね、まあ、無事に国交が樹立していたわけなんですが、 まあこれに関してはですね。まあ、こう、まあやってきていたエラルドがですね。まあリムルの人柄とかね、こう話に惚れ込んだからっていうところが大きそうだなっていうことを感じられましたね。そう。またね、エラルドがこういろいろとリムルとかですね。まあ他のね、こうまあ参加者に対して質問をしていたりしたわけなんですが、まあ隣にいるですね。こう娘のエレンの前でカッコつけたいっていう一面がね、 あったったていう話ですねなかなかそういうところが面白かったらっていう話でしたうんなかなかねそうまあ確かにね、まあ、娘の前ではかをつけたいお父さんっていう感じでしたもんねそうなんかねそういうところが面白かったらっていう話であとはですねエラルドがリムルを信じているのかっていう,、まあ、こうまあエラルドからのね、まあ、質問に対して、まあ、フューズがですね、まあ、正方正教会よりもですね リムルたたちを信じる方がいいと判断したんだっていうところにですね、まあ、こうそこにこうまあフューズとねリムルのこうまあ間に確かな信頼関係があるんだなっていうところがねすごく感じられたのがいいなっていうことをね思ったりしましたうんなんかそういうところがすごいいいですよねそう信頼関係というかなんていうかねうんそしてですねリムルの言うみんなが豊かに笑って暮らせる世界っていうのがね まあこう、まあ実現するっていうことをね、願うばかりという話ですね。そう。なかなかね、これが実現するのかどうかね、まあまだまだわからないところではあるんですけど、まあね、いずれ実現すればいいなっていうことは思ってるという話で、三つ目の感想である、三つ目の同盟国というところ終わっておきます。で、最後にというパートに入っていくんですが、今回ですね、 まあこうラミリスがこう前回に引き続きですね、テンペストが滅亡するっていうね、まあこう、まあそういうことを冒頭で言っていたわけなんですが、まあ結局何を伝えたかったのかっていうところが気になった話ではあります。うん。あ、ま、ね、そんなラミリスがですね、こうベルドラをワンパンで倒したっていうことをね、まあこうやたらとこうアピールしていたわけなんですが、まあ逆にね、ベルドラを見ただけでですね、まあ気絶してしまっている。 っていうところがね、全く笑えないジョークだなっていう話ですね。そう。逆にやられてんじゃねえかっていうツッコミが、まあ、入りそうな感じですよね。そう。まあにしてもね、今回でリムルたちもですね、クレイマンとの戦いに向けて本格的にね、動くことができそうだっていう話だったんですが、まあクレイマンの方もね、何かしら動きがありそうだったんで、まあ、次回でどう話が動いていくのかっていうところがですね、 今から楽しみなところという話で、とで,ですね、今回ここまでというところで、今回の転生したらスライムだった件の2期の15話の感想ですね、こちら終わっておきます。で、今までにもですね、1話から14話の感想ですね、それぞれ過去の放送で喋ってますんで、よかったら過去の放送もね、合わせて聞いてみてくださいという話と、 今日はね、他にも日本更新しておりまして、女神寮の寮母くんの2話の感想と、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまったの2期の4話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もね、聞いてみてくださいという話と、明日ですね、明日は4本更新するんですが、迷宮ブラックカンパニーの第3話の感想と、魔法科高校の優等生、 の4話の感想。そしてですね、白い砂のアクアトープの4話の感想と、スカーレットネクサスの5話の感想ですね。この4本、1,2,3,4と更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで、えー、本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。